こんにちは、こんばんは、おはようございます。クッキングの部屋へようこそ。今日お話しする話題は、皆さん、守護惑星の加護を受けてますかっていうお話です。守護、あなたを守る星よ、木星ジュピターって歌がありますけれども、木星っていうのは誰にとっても幸運の星なんですけれども、各星座、の人によって守護惑星っていうのが違います。で、その守護惑星の加護を受けてる時っていうのは運命がすごく幸運に運ぶんですけれども、その真逆を言ってしまってる時っていうのはなかなか運命があんまりよく進まないという感じで、そのことをちょっと画面の共有をしながらご説明させていただきますね。はい、画面の共有ですね。で、スポットライト。まずね、12星座あるんですが、福チーヌの自分の経験から言うのが一番わかりやすいので、よし、福チーヌ牡牛座なんですね。牡牛座の守護星は金星なんです。で、牡牛座っていうのは土のエレメント、なんですね。で、金星っていうのが、楽しみとか快楽とかなので、五感の快楽に包まれて、楽しみ、自分が五感の快楽に包まれて楽しい状態にいると、すごく開運の波動が流れて、福神とか人気職業だったりするので、人が集まってきたりするんですよ。で、良くない時っていうのは、反対側、サソリ座さんのエネルギー、に囚われてる時っていうのは運命がうまく動かない時。例えば、サソリ座っていうのは水のエレメントで、冥王星とか火星が、守護星だったりするので、あなただけが分かってくれるみたいな深い愛情を持って、こっちがあんまり愛情を持ってないのに勝手に深い愛情を持った人がストーカーとなってくるときっていうのは、福チーヌはそれを剥がそうと思って一生懸命してるうちに全然楽しくなくなっちゃって、周りの人もいなくなっちゃうっていう形になったりとか、自分がサソリ座的な活動、組織の中で誰かを深く愛しすぎてしまってるときっていうのは、冥王星のパワーが働いて、もうその組織を辞めなくちゃいけないくらいの状態になってしまうっていう感じなんですね。で、逆に、サソリ座さんっていうのは、深い愛情っていうのがキーワードというか、ポジティブな、その人の魅力なんですね。深い愛情と、あと、泣かずなら殺してしまいホトトギスみたいな感じで、破壊と再生、冥王星ですからね。なんかもう、ダメだなと思ったら、リセットしちゃう。付き合ったりはすごい深い愛情なんだけど、あ、ダメだなと思ったら、ポッとリセットしちゃうみたいな、破壊と再生のエネルギーがあるといいんですよね。で、逆に、サソリ座さんっていうのは、逆の惑星の、牡牛座さん的な、五感の快楽に包まれすぎてる時っていうのは、自分の良さがなくなってしまってる時っていう感じになりますね。で、そんな感じで、説明していくと、次は、おしつじ座さん行きましょうか。おしつじ座さんは、思い立ったら吉日。火のエレメントなので直感で、で、火星なので行動力ね。だから思い立ったら吉日で、もうどん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 行動していくのがその人のいいところなの。でもその反対側の星座を見ると、天秤座の金星。天秤っていうのは風のエレメント、思考のエレメントで、金星っていうのが、この場合は神秘眼とかどちらが正しいのかとか、考えのバランスを保とうとするんですね。だから、天秤座の人、だから、本当は、牡牛座っていうのは、思い立ったらが吉日で、どんどん行動していくと、その人の運は開けていくんだけども、天秤座さん的になんかいろいろと情報を集めて、どれが正しいんだとか、ジャッジメントしながら、その中で調和を取っていくってことをすると、その人の運命があんまりうまく回らなくなる。逆に天秤座の人はそういうことをすればいいんだけど、思い立ったら吉日的な行動をとると天秤座さんの良さがなくなってしまうので、
あの運があんまりよく回らなくなるね。で、海王星じゃなくて、魚座さん、魚座さんっていうのは木星と海王星が守護星なので、で海王、あの水エレメントで、海王星っていうのは曖昧模倣とかドラッグとか、あのお酒とかクラシックとかスピリチュアルとかなのね。で水のエレメントなので感情なので、あの野だめカンタービレの野だめさんみたいに、あの音楽の才能とか頭の中お花畑でいつもポワーっとしてて、で時っていうのはその人の人生がうまく回ってる時なんですね。あの魚座の人がポワーっと頭の中でなんかあのお花畑いっぱい広がってるって時っていうのはすごく運命がいいように動いてるんですけど、反対側の星座を見ると乙女座なんです。乙女座さんは土のエレメントで、あの水星なので、これはビジネスとかで、で水星っていうのは脳みその良さなので、キャリアウーマンっていうか、あのすごいあの課長島工作みたいな感じで、あの仕事とかをバリバリやって有能な人を演じると魚座さんの良さがなくなってしまうので、あんまり運命が良くない。逆に言うと乙女座さんがはあのバリバリ有能に働いていただけると、あのすごく運命がいい感じなんだけど、あの魚座さんみたいにあの仕事中にパーンとしちゃってると、あのその人の運命があんまりよく働かない。で下に行ってるので、今度は水瓶座さんね、水瓶座さんは天秤座のエネルギーで、風の天秤座ん違うごめんなさい何言ってんだ、風の星座で天王星ですね。天王星が守護星なんですね。天王星が守護星の風の星座なので、あの風の星座というのは思考ですね。で天秤座というのは変革とかインターネットとか通信とか最先端技術とかなんですね。だから天秤座さんじゃない、あのなんで天秤座ってまじ、あの水瓶座さんが、水瓶座さんがあのずっとあのインターネットの情報とかを集めたりとか、水瓶座さんがあのデイリーチャートとか、あのこう株の行き方とか、あの最先端技術 IT 業界で働くのはとてもいいんですね。はい。でもその逆になってくると、これは獅子座さんの太陽なんで、獅子座さんっていうのは火のエレメント直感で、しかも太陽っていうのは中心、自分が中心だから、獅子座さんっていうのは何も動かなくても周りの人がお膳立てしてくれる、ね、っていうことが重要なんですよ。ですから天秤座さんじゃなくて、これなんで何度も間違い、あの水瓶座さんっていうのは、あ、天王星的なことを、情報をいろいろ自分で集めてやっていかなくちゃならない。だけど全然動かないで周りの人のお膳立てを待っていたらダメだし、あの獅子座の人っていうのは自分で動かなくても周りの人がいろいろやってくれるんですね。でもあの自分でいろいろ情報を集めて、あの分析したりしちゃったり しちゃうとダメっていう感じになってくるんですよ。で次はここですね、ヤギ座さん。ヤギ座さんは土星がエレメントで、土エレメントでさらに土星なので、欲しがりません、勝つまではとか、あの石の上にも3年とか、あのすごいあの修行が得意だし、耐えられる人なんですね、いろいろなことに。あのコツコツと、小さいことからコツコツとやっていける人なんです。で、その対極に位置するのが、カニ座さんですね。カニ座さんっていうのは、あの水のエレメントで好きなので、あの心地よい人たちとだけ周りで過ごしたい。だから家族単位とか自分の内側の人とか、ファミリーだよっていう人に対してすごくあの親密感があるんですけども、そういう他の外界の人とかとやっていかなくちゃダメ。だからやっていくとはダメなんだよ。だからあのヤギ座の人が家族の中だけでこもってしまってはダメだし、あのカニ座の人が修行モードに入っちゃうとダメなんですね。はい。で、もう全部言ったかな。
まだまだですか？あと1個。いて座さんね。いて座さんというのは火のエレメントで木星なので、あのパワーウィッシュのエネルギーというか、いて座さんの人は願望実現というか引き寄せみたいな感じで直感でポンと思ったものがポンと目の前に現れたりするんですね。で反対側の星座は、双子座で、あの水星が守護星なので、すごく頭がいい、風のエレメントが思考で、しかも水星なのですごくいろいろなものを考えて、マーキュリーライジングというようなすごく頭のいい人で、いろいろと計算、物事を計算して考える。ね。でも、その逆に、いて座さんというのは、もう、ポワーンとこれだっていうものを引き寄せる。だから、この人がいろいろ、いて座さんの人がいろいろ考えちゃうと、もう引き寄せが起こんなくなっちゃう。ね。逆に、双子座さんっていうのは、いろいろ考えて、現実的なことを引き寄せたり、計算したりするんだけど、引き寄せ的なことで、頑張ってると、ダメ。だったりするんですね。で、いろいろ言いましたけども、皆さん12星座ごとに、その人を守る守護星っていうのは決まっていますので、あの守護星のエネルギーをきちんと使いこなせると結構運命が幸運に導かれるけれども、今あんまり幸運体質じゃないな、今あんまりいいように回ってないなっていうと、外界から反対側の性質的なものがやってきたり、自分が反対側になってたりするっていうことなので、気をつけてください。で、たまにですけども、自分が好きになれない人とか、自分が嫌な人っていうのが、例えば、大志田さんは五感の快楽が大好きで、ベルサイユ宮殿とかで毎日武道会をやってるようなことをしてるといいんですよっていうと、そんなじゃない、私はもっと勤勉だって言って怒る人もいるし、ヤギ座さんは、すごく耐えられますよって言っても、そんなじゃない、私耐えられないって人もいるし、魚座さんはポワンとしてるのが魅力なんですよって言って、私はポワンとしてないです、っていう人もいるんですが、でも、その人の本来の魅力というか、守護星のエネルギーを使って、その人本来の魅力を最大限に発揮する、時っていうのは守護星のエネルギーを使った方がいいですね。あと、ホロスコープを見れるようになれば、自分の守護星が何室にいて、どういうふうに他の惑星と絡んでるのかとかって見ていくと、自分の守護星がどういうふうに働いてくれてるのかなっていうのも分かったりします。ルーラーとかって言うんですけどね、そのことを。まあ、そんな感じで、ちょっとね、この間タロットの12星座別にやったら、基本、何座の人はこんな感じでって言ったときに、いくつかの星座でそんなことないって言った人がいるので、どういうことかなって考えたんですよね。で、その時に、やっぱりその人が本当に開運したり、幸運体質にするためには、その人らしさを出した方がいい。なぜそういうかというのは、本当に福地犬は牡牛座なので、五感の快楽とか、楽しさとか、物質的な豊かさに囲まれて、自分が楽しくいるときっていうのは、人々がもうみんな福地犬のところにやってくるし、人気も上がるんだけど、サソリ座、冥王星的な要素、サソリ座冥王星の人が悪いって言ってんじゃないよ。サソリ座冥王星的な一途に、思い込んだら試練の道を行くが、それはヤギ座か。例えば、いいえ、私のサソリ座の女みたい。だから、一途になってくれる人が好きな人っているじゃない。でも、一途な人からこの人だけが分かってくれるみたいな感じで、ストーカーされちゃったりとか、自分がどっかの組織で、この人だけはみたいな感じになっちゃうと、自分の運勢がすごく悪い。特に冥王星のエネルギーが働いて、心臓もまで悪くなっちゃったりするし、冥王星のエネルギーが働いて、その組織やめなくちゃいけなくなっちゃったり。してきてるね。私の人生を。悪かった時っていうのは反対側の惑星と反対側の守護星が働いてる時っていうのが人生の中で本当に悪い時で、いい時っていうのが自分の守護星を使ってる時なんですよ。なので、それぞれの惑星の人も自分が地、水、風、
あと一個なんだ？か？ちょ、これで、か、ち、ふ、すい。かが直感、ちが、肉体とか五感ね。で、ふが思考か、で、すいが感情ですね。で、自分がどのエレメントなのか、そして守護性が何なのかって分かったら、自分のエレメントと守護性を最大限に発揮すると、あなたの人生が幸運に導かれていきます。ということを強く言いたいなと思ったので、以上です。では、さよなら、さよなら、さよなら。いやー、先生術って本当に興味深いですね。福地犬の部屋にチャンネル登録すると、自分の興味のあるジャンルの動画だけ見れるよ。